を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょう。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている柳田。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。インサイド、高い打球ライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは3番村上。ツーアウトになっています。この回の大谷の打球でツーアウトまで来ました。そうですね、理想的なピッチングだと思いますよ。はい、そうですね。2球目打ちました。坂本、1塁アウトで3アウトチェンジです。攻撃、バッターは DH 落合。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。インサイド打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックスには5番中村。ボール、インサイド打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス鈴木、ヒットでランナーを1塁に置いています。ファースト掴んだ。そのまま一塁に入ってアウト。バッターが続きますね。さあ強いというような、ジャストミート掴んで3アウト。先制は許しませんでした。